私の子供の頃からの夢は、金持ちになってお座敷遊びをして散々遊んだ挙句に貧乏になるというのが夢だったんですが、一つだけ夢が叶いました。貧乏です。ここで一つ太鼓持ち風の踊りをご覧いただきたいと思います。これはですね、やっぱカッポレの中でもその勇壮なカッポレと、あとお座敷踊りのカッポレがあるんですけれども、お座敷踊りのカッポレというやつをあの滑りますね。よいしょ。お座敷踊りのカッポレというやつをちょっと太鼓持ちのになった気分で踊りたいと思います。では、カッポレ豊年満作でございます。Oh, yeah.